北朝鮮戦中止となったけど、その件で日本代表内でも明暗があったって本当か？実はそうなのよね。今回は日本代表の明暗についてやるのでぜひ、最後まで見ていってね。では見ていこうか。北朝鮮と日本代表の明暗ではなく、日本代表の中で明暗があったんだよな。サッカー日本代表北朝鮮戦中止で笑った森保監督泣いた GK 鈴木ザイオンと日本サッカー協会。森保ジャパンにとって3月26日は2026年北中米ダブル杯アジア2次予選の北朝鮮戦が敵地平壌で行われる日だったが、北朝鮮側の都合で試合は取りやめとなり、FIFA 国際サッカー連盟が中止を決めた。試合の扱いは FIFA 規律委員会の決定待ちながら、没収試合となって3例で日本の不戦勝となる降参台ともっぱら。6月の同2次予選2試合6日のミャンマー戦と11日のシリア戦を残し森保ジャパンのダブル杯最終予選進出が確定しそうだ。いろいろ騒動があったけど、結局試合中止。試合そのものの扱いが今後没収試合となるかどうかはこの後決定するけど、一体何だったのか。だよな。まず組み合わせ決定の時点で平壌でできないだろ。ってのが日本の意見で、AFC は視察団まで派遣したのに結局は試合中止。少なくともこんなギリギリで決まるような問題ではなかったよな。女子の件もあったし、事前にいくらでも対応できたはずよね。いろいろモヤモヤするわ。まあ、その件は今後も考える必要があるが、ぶっちゃけ日本としては平壌でやらないで済んでラッキーだったよな。私たちからするとぶっちゃけそうなんだけど、どうやら日本代表内ではその辺が結構分かれてるみたいよ。森保監督は万々歳ですと某サッカー関係者がこう続ける。ホームで行われた21日の北朝鮮戦は1例の僅差勝ち。低調な試合内容だった要因に欧州組の体調不良がある。先発したスポルティングミッドフィルダー森田秀正、モナコミッドフィルダー南野匠は体調が万全ではなく、途中出場のリバプールミッドフィルダー遠藤航、アルライアンディフェンス谷口翔吾、未出場だったソシエダフォワード久保建英も状態がいまいちだった。試合翌日の22日に日本を離れて中国経由で25日に北朝鮮入りし、敵地戦を迎えるまでに欧州組の体調が戻るのか不安視されていた。アジア杯8強止まりで森保監督の采配にケチがつき始め、26日の試合にボロ負けでもしようものなら一気に解任論に発展する気配がありましたから。いろんな報道を見てるとまるで森保監督解任論が全く出てないような報道だけどさ、今結構その声出てるよな。そう。だからこれ以上大きくなると困るってことでしょ。アジアカップ直前というタイミングがまた問題。ある程度時間経てば人って冷めてくるけど、このタイミングはね、人の心って簡単に変わっていくもんな。ワールドカップ前みんなで森保監督を袋叩きにしてたのに、ワールドカップ後は英雄。今回もそんな感じだと思うわ。今でこそみんな叩いてるけど、また親善試合で勝ち始まったら大絶賛。ちょっと負けたら袋叩き。無限ループね。だからこのタイミングをしのげばしばらくは安泰になるってことか。相手が北朝鮮、しかもアウェイ平壌だと日本代表がそもそも勝ったことがない。勝算はほとんどないもんな。前回も思ったけど、森保監督は悪運強すぎ。解任危機のアジア最終予選オーストラリア戦勝利したりいろいろ。その点だと田島会長もだよな。あの人の悪運の強さやばすぎ。結局この北朝鮮問題も自分が何かする必要もなく、退任となったからね。そういえば退任になったんだな。でも名誉会長とやらに居座るらしいし。最初から最後まで思惑通り。叩かれてはその直後にワールドカップでいい成績になったりと、この悪運の強さ。森保監督にとっては助かったかもしれないけど、これが日本サッカー界にとってどうだったか？というと難しい部分もあるわね。選手の無事が一番で、ラフプレーやら何やら心配だった平壌開催中止は良かったけど、それらのことを考えると必ずしも全ての面で良かったとは言えないんだな。まあ、それでも私は平壌開催中止はポジティブな面が大きいと思うけどね。一方でがっくり肩を落としたのが、アジア杯5試合8失点で評価急落のシントトロイデン GK の鈴木ザイオンである。21歳の鈴木は五輪代表の正 GK ながら、森保監督は本大会を見据え、A 代表の正 GK に定着させようとアジア杯に抜擢したがミスを連発して失点を重ねて評価を落としていた。21日の北朝鮮戦でようやく無失点に抑えた鈴木にとって、今回の試合は株を上げる大チャンスだっただけに中止になって落胆していたという。今回、私も含めて多くの人がさすがに今回は大迫だろうと思っていたが、結局はザイオンだった。もう森保監督は決めてるんだろうな。この試合でもザイオンってことは、今後もずっとそう決めてるんでしょうね。個人的には反対だけど、実は私たちはアンダー世代の試合でザイオンを絶賛していたんだよな。実際にプレイを見てすごい選手が出てきたな。そう思った。だからザイオンについては高く評価してる。これはチェイス・アンリにも言える。今はポテンシャルそのものも疑われてるけど、私は今も両者のポテンシャルを信じてる。でも勘違いしてほしくないのは、だからといって今通用するかどうかは別問題。両者ポテンシャルはあるけど不足している部分も多い。
必要なのは経験。当たり前だけど、まずクラブで結果出さないと。クラブで結果を出してないのに、フル代表で育てますなんておかしな話。フル代表は若手育成の場じゃない。大迫とかはクラブで結果を出して選ばれてる。実力も間違いないし、年齢的にもこれから。森保監督のやり方は前提からして間違えてるように思う。若手育成でアジアカップ敗退みたいにチーム全体で取り返しのつかないことしてたら本末転倒。もちろんキーパーだけのせいじゃないけど。あとさ、そもそも若手育成というなら大迫って現在24歳だぞ。こっちを育てた方がどう考えても良くないか？その間にザイオンもクラブで経験を積んで将来的に代表でポジション争いをする。その方が健全じゃないか？そうよね。他の国でも若手キーパーを起用したりするけど、相応の実力をつけてからそうしてるわけだし、大迫や他のキーパーの立場もおかしくなっちゃう。大迫の方が能力は上だけど、ザイオンの方がさらに若いのでザイオンを使いますとか、努力するだけ無駄になるもんな。最初から決まってるんだもん。厳しい言い方になるけど、株を上げるチャンスというのは疑問。フル代表として能力が足りてない以上、もし平壌で試合したらザイオンがまたミスしてた可能性はものすごく高いわ。キーパーはたまに大活躍ではダメなんだよ。一番求められるのは安定。そりゃたまにはいいプレイする時もあるだろうけど、すぐさまやらかすのは目に見えてる。何度も言うけど、個人的にはザイオン大好きな選手なのよ。ポテンシャルも信じてる。だからこそ段階というものがある。ここで無理して起用してミスしてメンタルやられるというのが一番まずい。アジアカップからクラブに帰って、そこでも同じような致命的なミスしてたからな。あの辺はメンタルもかなり影響してると思う。さすがに今回のスタメン起用は驚いたわ。今後もザイオンで行くんでしょうけど、大迫たちの立場というのはどうなるのか。切磋琢磨できてるのかもかなり疑問。森保監督って前回もだけど、キーパーの管理が得意じゃないよな。切磋琢磨できる状況を作れてない。北朝鮮での試合はテレビ中継はなかったが、例えば AFC アジアサッカー連盟の本部のあるマレーシアの首都クアラルンプールで中立地開催が実現していたら、日本国内のテレビ中継は可能となり1億円前後の放映権料が入った。台所事情の厳しい JFA 日本サッカー協会は残念無念でしょうとは前日のサッカー関係者だ。まあ、その辺は確かにそうでしょうけど、森保監督と JFA ってリンクしてるからね。放映権料以上に引き分け以下に終わる可能性の高い平壌での北朝鮮戦なくなって安心してると思う。結局はこの試合で引き分け以下に終われば批判殺到してただろうし、伊藤純也の件もあるからな。お金は惜しいけど、それ以上に大変な状況になってた可能性が高いし、確かに JFA もほっとしてそうだ。ということで日本代表の明暗だったけど、どう反応したものか。パッと見だと平壌での試合中止、さらに試合そのものが中止となったのはラッキーだけど、その裏ではいろんな思惑というか、そういうものがあったな。そうね。ではみんなの反応いきましょう。選手たちにも決定力という課題はあるけど、前回の試合を見る限りアジアカップと何も変わってないなと思った。後半の最初の方なんて、いつ点が入ってもおかしくなかったしね。GK の底上げだって、別にザイオンだけにこだわる必要も正直ない。彼にはかなりチャンスを与えているはずだけどね。北朝鮮戦がなくなったのは、ラッキーだけど延命できたようにしか見えない。延命。確かにそこが不安なんだよな。この試合でも問題が見えたけど、結局は先延ばしになった。しかもその問題というのが、アジアカップからほとんど変わってないという。正直なぜ GK 鈴木を代表のレギュラーで使うのかが理解できない。育成などクラブチームに任せればいいし、試合での不安定感は否めない。試合中に GK に救われたというプレイもほとんどないし、見ていても守備に不安を感じる。当然こう言われてしまうよな。現状ってスーパーセーブがあるわけでもなく、ただただ不安定だからね。北朝鮮のホームゲーム扱いなのに JFA に放映権料が入るの？これ私も思ったんだけど。まあ。鈴木ザイオンよりウクライナ戦に出てた U23 のキーパーのが良くない？普通に安心して見れた。これも危険というか結構浅はかな考えだと思う。U23 の試合の後にこういう声多かったけど、ザイオンも同じように言われてたから。当時ね。そうそう。ゴンダよりザイオンのがいいって言われてたぞ。たまたま見た試合で安定していたからといって、それがフル代表で通用するというのはちょっと。ただ問題を先送りしただけで、何も解決してないような。このまま行って大丈夫なのか。問題先送りで大惨事となったばかりだからね。試合内容も何も改善できてないし、危機感しかない。同じ失敗はしたくないからな。問題の先送りって何倍にも大きくなって帰ってきてしまう。早めの改善が必須だな。ところで某サッカー関係者って誰だよ。こういうの一番うさんくさいよな。だいたいこんな内容なら私でも話せるし怪しくないかこれ。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回。オーミーポー、絶対怪しいよな。